はいどうもシュータです。今回も信長の野望大使じゃない方の織田フェニックス宇治春やってまいります。ただいまの状況ですね、機内から今川と講和を結んだ瞬間、大返しです。織田の大返しで武田を攻めました。武田の残る飛騨、甲斐、信濃と攻め込んでおりますが、なんと勝頼、強すぎる大将が反攻作戦に出てまいりました。我々の飯山城を落とさんとなぜか根知城をスルーしてやってきたのでございます。そこで迎え撃つは伊達の当主政宗、有望な新人でございます。政宗が迎え撃たんとするところ飯山城攻防戦が始まります。北では南部さん、何度目かの反攻作戦に出ましたね。何度目かの講和が明けるとすぐ攻めてくるのでございます。南部さんは花巻城を狙っております。こちらも今結集して志村が守りに行こうというところでございます。そして織田さんは今部隊数8になってしまいましたが、中野城を落とさんと進軍中でございます。さあ始めてまいります。袋叩きよ見たか。中野城サクッと落ちました。さあここからでございます。織田さん8部隊しかないですが、ここは片付けない。能登に行きましょう。武田通信を完成させましょう。能登はだいぶ遠いですね。進めおっと、ここ当たりましたね。政宗対勝頼、強すぎる大将が勝つか、それとも独眼竜が勝つかというところ。1万8000対1万8000の同数でございます。ダブルヘッダードラゴン、お家芸出るのか伊達政宗。まあまあまあ、ここまでよくスターを集めました。我々伊達政宗以外はだいたい土臭いですね。なんか土の匂いがします。お、竜騎兵がいますね。我々竜騎兵が2体見えております。伊達政宗もでしょうか。さあ参ります。海戦飯山の戦い、我々右翼に張ります。もう右翼に山を張ってそこで敵を迎え撃とうという作戦に出ます。さあちょっと引かせてさあ先手だ。さあ97出していく。あ、まずい、陣にまっすぐ行っちゃってる。止められない。さあ陣守れるか。あー守れなかった。奇襲は入るけど横槍を入れ、陣は入れられてしまいましたね。陣に入られてしまいました。しかも抜けられた。これ陣全部取られますね。ただここは優勢に進めていきたいところ。敵の居所、正幸がいますね。卑怯の者。さあ内藤が逃げますね。今ぞ放て。内藤逃げられてしまう。さあ伊達が追っていくが、内藤が早いです。あ、まずいですね。ここも抜けられてしまいました。何をやっているんだ。ご命令。さあ勝頼を発見しましたね。強すぎる大将。敵の居所知れました。さあどうなるか。放て。今は引く。おっと、下妻雷連を回想させ、陣は全て壊されてしまいましたが、勝頼を回想させられれば知れました、我らの勝ち。やりたい。前へ。敵の居所知れました。さあ勝頼がどうなるか。これほどとは。一旦引くぞ。内藤回想。おっと、鬼美濃出ていく。鬼美濃が2つもある。なんてことだ。引くぞ。一度引くぞ。おっと、勝頼回想。これで勝負は決したか。さあ勝負あり。放て。なあ勝利。
かっこいいな、織田さんと全然違うな。古き世を終わらせる。さすがスターは違いますね。派手でございます。さあ政宗、この勢いで能登に侵入するのです。進め。お、長宗我部、毛利に宣戦ですね。今川と講和を結び西に攻めようというところ。おっとっとっと、花巻城、ずいぶん敵離れてるように見えますが、さあここはどうなるでしょうか。5万対6万、厳しい戦いですね。海戦、花巻の戦い、そして勝つ年、勝つ年、我が部鬼鉄が強い、騎馬鉄砲が強い。さあ南部に勝利いたしました。中途半端ですね。80超えたらスタートを見なしますけど、中途半端だからうち入札させましょう。南部さん少し弱体化です。さあ南部さん恒例のお仕置きタイムですね。さあこの伊沢城に入りましょうか。さあ南部さんは反抗作戦に出たことを後悔していただく時間が参りました。さあこちら能登進行部隊見て参りましょう。大将権なんか作ってる場合じゃないですよ。好きなさらずとも我らの価値は揺るぎませんなんて怖いこと言わないでください。ここは戦います。我が力を見せつけましょう。これ武田の最後の反抗かもしれません。23,000対15,900、何度戦おうと変わらぬ信玄よ、貴様でも我らに勝てん。風林火山によく言うたものだ。我が力ならば大将先駆けて圧倒的織田軍の力見せてやろう。七尾城の戦い、遠からん者は音にも聞け、近くば寄って目にも見よ、織田宇治春が押してまいる。こんなセリフ言えるんだ織田さん。何でしょうこの陣形、無形の歯抜けですかね、ちょっと分かんないです。遅れを取る、嫌な感じがします。挟まれそうです。ガシャーンとなんかクワガタの敵の居所顎みたいになってますね。挟まれそうです。見つけたぞ。おっと敵を見つけました。猪俣、北条勢があちこちで活躍しているのでございます。さあ織田さんはこの甘春に行こうというところですね。一筋縄ではいかねえか。織田さん押しております。さすが大将先駆けの織田さんは強い大将でございますね。さあ信玄を見つけまして、山上が取り付いております。敵の居所、あとは確保撃破をしようと。さあ海藻が一人出ましたね。さあどうなるか、ここら辺は海藻できそうです。だ信玄が動きましたね。信玄陣に向かったようですが、今は引く。織田さんあっち行ってくれないかな、信玄に行ってくれないかな。まだ動かせませんね。ごめん。はい、織田さん以外は信玄に向かっておりますが、信玄のスピード速いです。心してかかれ。森春がなんとか食い止めようとしてますが、森春のスピードではとても追いつけない。さあ追いつけるか、マラソン大会になってまいりました。知れました。信玄翻し今ぞ、我らに囲まれに来た。どうなっているんだ敵の栄養は。さあ強敵が入っていく。山上のところにいる小十郎がですね、信玄に狙撃を入れてスナイパーですね。さあ信玄完全包囲となりました。回想していく貝の虎。敵の居所知れました。あと一歩、攻め込め。織田さんの号令が入りました。さあ勝負あり、放て。うかつとし、勝てばよ。八部隊でもそれが戦よ。まだまだいけますね。指揮なさらずとも勝ちは大丈夫ですか。信じますよ。おお、この戦怖い、我らの勝ちぞ。さあ宇治春様、宇治春様が七尾城を落としました。
あ、いいですね。いらっしゃい。ボンクラどんどん入社させます。で、残ったスターをリリースするのでございます。そうするとまた私の前に立ちはだかると、それを楽しみに戦うのが小田さんの趣味だそうです。無駄な戦はせぬ。さあ、伊沢城、楽城でございます。あ、いいですね。40、50と小田さん以下の能力、うちでは優遇されますよ。かたじけない。手を打ちましょう。さあ、志村隊、最後の寺池城、出陣する。寺池城まで取ると陸前平定という形になりますね。さあ、能登新興軍見てまいりましょう。おっと、吉川元春隊、長宗我部国近、どちらが勝つでしょうか。ここは長宗我部ですね。毛利はちょっと旗色が悪いようです。取り囲め、黒叩きよ。おっと、あと一つですね。武田もあと一つと。お、すごいボンクラだ、すごいボンクラ。うちではもう取締役にしてあげましょう。かたじけない。さあ、ここで政宗は米沢に戻しましょう。戻るぞ小田さん。ここは強行で一気に落としましょう。見たか、ダダン、我が軍略を。武田家は滅亡してしまいました。勝頼の代にならずとも武田は滅亡してしまったのです。さあ、ここは武田家多いですよ。さあ、まずスターのリリースから始めないといけませんね。信玄リリース。正幸は、僕正幸好きなんですけどね、欲しいんですけどね。リリースです。オブ赤備え、オブ正影、山形正影ですね。これのうちのリリースです。ババリリース、真田 おじいちゃんリリースの内藤リリース、男女リリース、はい、樋口兼次、信玄の弟。あ、すごいスターばっかしだな、大変だなこれ。あ、タメまだいった。宇治政、次はどこに行くんでしょうか。彼らはやっぱり今川でしょうか、それとも今イケイケの長宗我部か。あ、慶喜は入れましょう。慶喜は信玄とちょっと折り合いが悪いので、うちで保護しましょう。あと木曽さんとかも後々裏切るから、うちで保護しましょう。あとは姫君はなんか小田さんが興味がないっていうんで、あ、穴山の武器いいですね。あとね、あれですよね、追いはけかなんかで殺されちゃう。あとは北条勢ですね。北条勢はやっぱり小田さんの永遠のライバルにならなければいけないので、やっぱ北条型はリリースですね。まあ本当は北条型最後は助けてくれたんですけども、佐竹攻めを。本当のライバルというのは佐竹なんですが、このゲーム上では北条がライバルだったので、北条型リリースですね。あ、出ましたね、武田信門、この裏切り者、裏切り者というか逃げちゃった人ですね。うちで保護しますよ。はい、こんなところですね。あ、安藤さんはリリースです。内政が強いんで、はい、こんなとこです。あ、ボンクラばかりを引き受けて、スターは全部この辺のスター、大スターどもリリースです。どこのうちに行くでしょうか、楽しみでございますね。また会うのが、たやすく死ねぬ身でな、礼を言わせてもらおう。はあ、よく言いましたね、私が見逃してあげたんですよ。さあ、小田さん、これ一旦ですね、騎乗して編成し直しです。これは編成し直して、どこ行きましょうかね。本願寺を攻めると罰当たりなのでやめましょう。やはりですね、講話が開けた瞬間今川になだれ込むというのが作法ですね。まだ死ねぬのでな。さあ、寺池城落としてしまいました。まだ南部さん参ったしないですね。手を打ちましょう。参ったしないのならば攻めますよ、私。よろしいですか、九戸三の部あたり行きますよ、私は。はい、出陣。出陣する。お、この
織田氏春、これより征夷大将軍を名乗る異を唱える者には刃を持ってお答えしよう。なんと織田さん、征夷大将軍を名乗りました。これ名乗ってはい分かりましたで済むくらいなのでしょうか。これ本当はいろいろ手続きがいるはずなんでしょうけども、裏でいろいろやったんでしょうか。あの源氏の大将とか取らないと征夷大将軍にはなれないんでしょうか。なれないんですけども大丈夫なんでしょうか。征夷大将軍名乗りましたよ、織田さん。ついに使いの者が来たようです。あ、南部さん泣きましたね。よろしい。11万。南部さん何このゲーム。南部さん何反抗してこっちに金を上納金として渡すゲームになってるけど、わかりました南部さん、いつもありがとうございます。さあ、じゃあ志村も騎乗でございます。我々西は岸和田、摂津ですね、摂津泉、そして北は陸前陸中と広大な領地を手に入れております。あれほど争った北条、武田はもういない、上杉もいない、今川もここまで弱体化させ、残すは長宗我部、島津といった大勢力というところでございますね。宇治原様、南部春政は陸中に兵を進めるぞ。またか、南部、またか、上納金ゲームになってるのを気づかないのか。さあ宣戦布告もうできますね。では今川に宣戦布告をさせていただきます。何度目の宣戦布告になるか。さあ北を攻めるか南を攻めるか。長宗我部さん、朝倉さん、相馬さん、他に勢力って言ってましたね。長宗我部さんからの差し入れ、どうも23,000〜65,000いただきました、ありがとうございます。さあどちらに攻めましょうかね。やはり吉本のいる南側ですね、伊勢志摩大和切り取っていこうと思います。まずは伊賀ですね。伊賀人軍を要して戦ってくるのかと。さあ編成終わりました。いつものメンツですが、オール騎馬鉄砲隊、なんとオール騎馬鉄砲隊ができましたね。織田さんでも攻撃137、攻撃力がとにかく高いのが騎馬鉄砲隊でございます。水野屋197、最上義明隊になってるぞ。おかしいな、ここは山上ですね。危なかったです。あ、山上にすると20ぐらい落ちちゃいますね。まあいいでしょう。はい、これで出陣いたします。伊賀上野城、遅れを取るな。さあぶつかりました伊賀上野城。戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。さあ騎馬鉄砲隊のお披露目でございます。吉本と直接対決、55,000体、5万、向こうには陣がございますね。二手に分かれてダブルヘッダーで行ってまいります。回戦伊賀上野の戦い、遅れを取るな。敵の居所、おっと索敵が早い。あれは信長ですね。信長がこちらに向かってきております。先手必勝、森春が当たっていく。112、お、森春早歩きで突き抜けていく。さあ行ってまいりましょう。これが新しき戦、おっと新しき勇気が随分突っ込んで入ってっております。矢を放て、大丈夫か。さあいざ勝負。さあどうなるか。敵の居所知れました。おっと奇襲を入れた。やりたい、前へ。太田の奇襲が入っております。我が軍略よ。お、太田いい感じで陣まで行けそうですね。非常に早い。そして信長を囲んでおります。この策でなんと4部隊です。織田さん汚い。命令してくれ。さあどうなるか。吉本を囲んでおります。逃げられますねこれは。油断したか。さあ信長が強い。4部隊で囲んでるのになかなか赤くはならないですね。策のあるものさすが大六天魔王。この策で織田さんの鬼徹、鉄砲の火力と牙の速さを兼ね備えた我が隊で敵陣をかき乱しましょう。相手のスピードと防御力が落ちた上で鉄砲ですね。これで大六天魔王が剥がれますね。さらに鬼徹、
防御が下がる。これ以上は下がらないですかね。敵を欺く覚悟せよ。さあ陣を全部落としたところで吉本方位に入ります。覚悟なき者負けはせぬ。今だ。さあ鬼鉄でガシガシと削っていっておりますね。今はさあ信長もさすがに耐えられない。信長快走でございます。策のある者がいる。あとは吉本の首一つというところ。バフの方がいい時はありますね。全員騎馬鉄砲はちょっとこの策で出し抜いて、ちょっとやりすぎてますね。我が策、うん、普通に騎馬突撃の方がいい場合も多分にありますね。もうこういう改装してるところに今あんまり必要がないですからね。攻撃力上げた方が効果が高そうです。さあ行ってみましょう。敵の居所知れました。今は引くぞ。おっと森春が改装してしまう。今は引こう。そして吉本改装。ここで戦況が一気に変化していきます。ここは引くんじゃ。おっと秀吉が改装。さあぐいぐい上がっていくか。今は引こう。しかしこちらも改装が出てしまっている。さあ行くんだ。お、織田さんシュビンっつったぞ。すごいすごいすごい。ヘリプリよく狙え。あ、森春が強撃食らってますが大丈夫でしょうか。再建完全に傾きました。勝負あり。騎馬鉄砲隊吉本に勝つとし。負け犬ども、消え撃て。ずいぶん豪華な兵装となりました。伊賀上野に入ろうと思います。この城一発ですね。もらったぞ。小田さん一撃でしたよ。一撃ハンマーでカーンで落としましたね。どんな城なんでしょうか。おっと織田信孝いいですね。小田さんのところはですね、信忠以外のお子さんに恵まれなかったところが残念なところでございますが、さあ伊賀上野城を落としてこのまま伊勢志摩を攻めていこうというところでございます。そろそろですね、征夷大将軍も名乗って、何やら織田さん総領無事あたりもう行けちゃうような気配が見えております。そしてですね、今のうち言っときますが、私織田さんが終わった後のシリーズバッチリ構想練っております。おいおい予告していきますけども、もしかしたら次回あたり最終回になっちゃうかもわかんないんで、国の数数えておりませんけども、まあ、なるべくじっくりとやっておりましたが、ちなみに次のシリーズ誰でやるか、明智です。明智です。マイナーじゃなくてすみません、明智です。明智にリプレイの要素、信長の野望ではあの昔からねリプレイっていうちょっと創作みたいな感じの楽しみ方があるんですけども、その要素で本能寺の変真相に迫るシリーズやってまいりますんで、次のシリーズも乞うご期待。あ、まだ終わりじゃないですよ、織田さんの戦いは。というところで今回はここまでにいたしとうございます。ありがとうございました。